皆さん、こんにちは。現在、日本のみならず、世界的に高い人気を誇っているのが SUV です。国産メーカー各社とも SUV を販売していますが、中でもホンダは1995年に発売した初代 CR-V 以来、数多くの SUV をラインナップしています。そこで今回はヒットに至らなかったものの記憶に残るホンダの SUV をご紹介します。1. ホライゾン。1993年10月にイスズミューをベースにしたジャズを発売し、同年11月に初代クロスロードが登場。そして1994年2月にイスズ2代目ビッグホーンの OEM 車であるホライゾンを発売しています。ホライゾンのベースとなったビッグホーンはイスズのフラッグシップモデルで、大型のステーションワゴンタイプ5ドアボディをラダーフレームに仮装した本格的なクロスカントリー SUV です。全グレードともイギリスのロータスが足回りのチューニングを監修し、搭載されたエンジンは最高出力200馬力の 3.2 リッター V 型6気筒ガソリンと、最高出力125馬力の 3.1 リッター直列4気筒ディーゼルを設定。駆動方式はシンプルな構造で、信頼性と耐久性に優れたパートタイム 4WD システムを採用し、トランスミッションは4速オートマを基本とし、ディーゼル車には5速マニュアルが用意されました。その後、1996年にマイナーチェンジを行い、エンジンが一新されますが、1999年にイスズからの OEM 供給終了となって、販売を終了しました。 2.HR-V。 ホンダは大ヒットした初代 CR-V に続く次の一手として、コンパクトカーのロゴの車種をベースにしたクロスオーバー SUV の HR-V を発売。1998年に登場した HR-V はCR-V よりもコンパクトなサイズとされ、ステーションワゴンタイプの3ドアボディに台形タイヤを装着し、外観は伸びやかなサイドビューと、より乗用車に近いスタイリッシュなフォルムとなっています。搭載されたエンジンは最高出力125馬力を発揮する 1.6 リッター直列4気筒 VTEC と、105馬力を発揮する 1.6 リッターの2種類の仕様を設定。駆動方式はスタンバイ式の 4WD のみです。当時は斬新なスタイルで話題となった HR-V でしたが、ワゴンボディにもかかわらず3ドアのみだったことは大きなマイナスポイントで、 CR-V ほどは人気となりませんでした。そこで1999年には5ドアモデルが追加され、2001年には VTEC エンジンの 2WD モデルを追加するなど、バリエーションを拡充しましたが、2003年には2ドアモデルの販売を終了し、2005年には4ドアモデルも生産を終了しました。 3.KSUV-Z。1998年10月に導入された軽自動車の新規格に合わせ、 KSUV の Z を発売しました。大きな特徴として、自然吸気またはターボの 660cc 直列3気筒エンジンを後部座席床下に横倒しで縦置きに設置するユニークなレイアウトを採用し、4速オートマのトランスミッションとビスカスカップリング式センターデクを
組み合わせた 4WD が採用されました。この駆動系のレイアウトのメリットとして、広い室内空間と理想的な前後重量配分である50対50を実現しています。外観はボクシーな印象のトールワゴンに近い衣装ですが、しっかりと SUV らしい力強さが感じられ、内装もフルフラットも可能なシートアレンジなど使い勝手の良さを追求。しかし3ドアのボディでは、広い室内にもかかわらず乗降性に不便な印象は避けられず、凝った設計によって車重も960キロから970キロと、当時としてはヘビー級で、販売は低迷。その後モデルチェンジすることなく、2002年に生産終了し、後継者はありませんでした。 4MDX。 ホンダは2001年に北米のニーズに合った大型 SUV のアキュラ初代 MDX を発売しました。カナダ工場で生産されたラグレートの車種をベースに開発され、日本ではホンダ MDX の名で2003年に輸入車として販売。外観は動物の鰓をモチーフにした力強いデザインで、タフな SUV をイメージさせる3列シートのステーションワゴンタイプです。北米ではミドルサイズとされていましたが、ボディサイズは日本車離れした大きさで、エンジンは260馬力を発揮する 3.5 リッター V 型6気筒を搭載。トランスミッションは5速オートマが組み合わされ、駆動方式はフルタイム式とパートタイム式の両方の長所を併せ持つ、ホンダ独自の 4WD システム VTM4 を採用しています。ラグレートとともに日本に輸入された MDX はさすがに大きすぎて、日本の道路事情には合わず、特に駐車場や市街地ではかなり気を使うサイズだったことから、販売は低迷。また車重2030キロとかなりの重量級で、あらゆる数字が日本での使用に対して厳しい状況でした。5. 2代目クロスロード。ホンダは自社で RV の生産を行っていなかったことから、イスズとイギリスのローバーグループと提携し、本格的なクロスカントリー 4WD 車の OEM 提供を受けていました。その1台がランドローバーディスカバリーの OEM 車であるクロスロードです。しかし販売は良好とは言えず、1995年には供給が終了し、1998年に販売を終えました。それから9年後の2007年に2代目ストリームをベースにしたクロスオーバー SUV として2代目クロスロードが発売。2代目は比較的コンパクトながら、広い室内を実現したことで3列シート7人乗りを実現。外観のデザインは随所に角を落としたような衣装を採用した直線基調で、アウトドアギアのような機能的な SUV らしさを表現。エンジンはストリームと同じ最高出力140馬力の 1.8 リッター直列4気筒、もしくは150馬力の2リッターを搭載し、駆動方式は FF と 4WD が設定されました。スタイリッシュで手頃なサイズのセブンシーター SUV として今なら売れる要素しかないのですが、当時は販売が低迷したため、発売から4年も経っていない2010年に生産を終了。
生産中止した後に中古車の人気が高くなるなど、完全に出るのが早すぎたと言えるモデルです。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。